日本語の3ビデオ講座ですえ。今日はアブラブを使って「なります」の勉強をしたいと思いますえ。まずこれを見てください。桃太郎の話です。桃太郎はたくさん何を食べましたかね桃太郎はたくさん団子を食べました。桃太郎はたくさん団子を食べてどうなりましたか 桃太郎はたくさん団子を食べて大きくなりました。大きくなりました。強くなりました。桃太郎は、えー、たくさん団子を食べて強くなりました。いいですかなりますです。でもまずアジティブの勉強です。大きい、小さい。これ皆さんいいアジティブです。大きく、小さく、 かわいく、安く。これがアッバーブです。大きくなります。小さくなります。かわいくなります。安くなります。いいですかじゃあ、ナーディティブはどうですかね有名、便利、不便、上手。これがナーディティブのアッバーブが有名になります。 便利に、不便に、上手に。これがアブバーブです。例えば、彼女、髪が短かったです。でも彼女の髪は長くなりました。長くなりました。彼女の髪は長くなりました。では、これを見てください。まず、鉛筆。 どうなりましたか鉛筆は短くなりました。赤ん坊は大きくなりました。消しゴムは小さくなりました。これはどうですかねあ、バーゲンです。安くなりました。部屋が狭くなりました。暗くなりました。 彼病気でしたね。でも今は元気になりました。うるさかったですね。静かになりました。髪が長くなりました。わかりますかどうなりましたかおばあさんは川で桃を見つけてどうなりましたか桃太郎は団子をたくさん食べて どうなりましたか貧しい町の人々は桃太郎からいろいろなものをもらってどうなりましたかそして桃太郎はどうなりましたか考えてみてください。では、おばあさんは川で桃を見つけて嬉しくなりました。 桃太郎はたくさん団子を食べて強くて大きくなりました。貧しい町の人々は桃太郎からいろんなものをもらって嬉しくなりました。そして桃太郎はヒーローになりました。いいですかわかります?「なります」の勉強をしてください。 では、えー、元気の本をじゃあ読んで勉強をしてください。では、さようなら。